ああ、いるねー。ただ、ちょっと待ってね。集めたカードは全部で8枚あるって。おお。ちょっと、今、途中だけど見ていっていいですか？実証勇者。人生において何が大事なのかなんて10人十色だが、男にとってそれは金だった。莫大な賞金を求め、自称勇者はドラゴン退治の旅に出る。裏返す。あ、裏返すがある。よく見てみるって何？あ、絵柄ねー。くー、イケメンでなかなかいい装備してるんだがな。これも金を貯めて手に入れた装備なんだろうか。裏返してみよう。カードストーリー裏面はまだ解放されていません。なるほど。こういうふうに見るんだ。はい、メルちゃん。旧となくその魔物は傍若無人な賞金稼ぎの男にとても懐いていた。男は男で、その魔物のことをとにかく可愛がっていた。可愛がってはいるんだね。そうかそうか。あ、一応見とく？キャラクターストーリーあるか。ないね。カードストーリーか。クロエ、ドラゴンに恨みを持つ黒き魔女。自身の非力を知る彼女は力を欲していた。ドラゴンさえ一撃で、ほふれるほどの圧倒的な魔力を。さて、王女様？あ、女王か。バニラ。広大な大陸を治める女王には大きな悩みがあった。魔物たちが活発化する昨今の情勢よりも、もっと胃が痛くなる悩みの種が。最初のダンジョンで手に入れた薬がその胃のための薬だったのかな。なんだろうな。もっと気になる悩みの種。ちょっと待ってよ。この中には魔物の活性化よりも、もっと胃が痛くなる悩み。なんだろうね。気になるね。出た。質素な少女。窓が雨をつつく音。絵本を広げる少女。紙と絵の具の匂い。ページをめくる幼い指先。膝上の逆さまの絵本。事故で光を失った瞳。まぶたに映る母の思い出。滲んだ虹の絵。涙で滲んだのかな。どれどれ？目が。そうね。はい。8枚だから結構ある。武器屋の店主、いらっしゃい兄ちゃん、駆け出しかい？俺はこの仕事が長くてな、客の実力が一目でわかるんだ。いい装備を見繕ってやるよ。道具屋の看板娘。あれ、店主じゃなかったの？彼女の採用は即決だった。その可憐さ。目当てに客が集まり、売り上げが伸びると考えたからだ。事実、売り上げは大いに上昇した。馬車屋の主人。初めは4本足、次は2本、その次3本、最後には10本。これなんだ？これ答えが出るのかな？なんだろうね。まあ、ちょっとそこ考えるのやめにしましょう。長くなっちゃうからね。はい、ということでした。この8枚ですね。なるほど。何かのきっかけでストーリーが追加されていくんですね。了解です。
さて、もう一回いける？あ、説明だけね。薬屋は右側にあってイベントが進行しちゃうから、まあ道具屋行くか。出た！店に行くと店主がご用件はと尋ねてきた。商品を買う。ちょっとね、見てみましょう。爆弾いるかな？ジェムを3個生成する。1000！ダンジョンから脱出する。うお、緊急時に使えるんだろうな。いや、欲しいな。まあ用心をしながら進んでいけばいいが、500ゴールドで400だが、死んだら意味がない。あ、死んだ時のペナルティは今のところわからないんですよ。即ゲームオーバーなのか、戻るのか、戻って例えば経験値が減るのか、所持金が減るのか、その辺は全くわからないので、わあ、ちょっと欲しいとこだな。今世界で流通している薬の大半は白の教団が製造していて、人々の暮らしの要となっているという。ほう。白の教団が民衆たちから支持される理由もそこにあるようだ。大半、薬の大半。同じか。なんだろうな、ちょっと気になるんだよな、その薬の成分が。男の自慢は顔の広さだそうだ。言われてみれば他の人よりも少し顔が大きいかもしれない。面積的な話じゃなくて、本当に面積の話なの？できればそういう意味じゃない顔の広さだったら仲良くなって、ちょっと人脈で冒険者を。宿屋に行くと、ドラゴン討伐の志願者会と店主が声をかけてきた。あら、なんか素敵な、なんか怪しげな女性じゃないですか。魅惑的だわ。店主はドラゴン討伐志願者を支援するため無償で宿を提供しているそうだ。ほう。まあ今休む必要ないんですけど、なんかイベントが起きるかもしれないので休んでみます。HP が全回復した。はい。ゆっくり休んだ君たちは宿屋を立ち去った。ありがとうございます。無料でした。Thank you。 馬車屋がある。今馬車屋行ってもしょうがないから、で道具屋も行ったし、じゃあイベント進めましょう。君たちは薬屋にたどり着いた。はい。女は薬屋で買った薬を飲むなり、ぴょんぴょん飛び跳ね始めた。白の教団の薬はやっぱり効き目が違うと女はにこやかに言う。うーん。女は君たちに礼を言うと懐から何かを取り出した。うん。おお、なになになに。君は女から不思議なカード1をもらった。不思議なカード1。何に使うかわからないが、ひとまずしまっておこう。しまっておこう。君は今、自らの意思ではないかもしれないが、結果的に人を助けた。はい。今後もどこかで困っている人を見かけたら、力を貸してあげるといいだろう。ま、そうすれば、きっといいことがあるはず。はい、今回に関してはちょっとこっちのあれとは違ったんですけれど。
人でなしみたいなこと言われてた。次の目的、まずは次の町でドラゴンの情報を探してみよう。そうだったね。コレクションの開放条件を満たしたため、熟年の女性のキャラクターストーリーが裏面が開放されました。コレクションではキャラクターやエネミーの特別なストーリーを読めます。物語を進めたり、多くのエネミーと戦ったりして特別なストーリーをコンプリートしましょう。特別なストーリー、あ、そういうのがあるんだ。だ、エネミーにも今あるって書いてあったよね。キャラクターやエネミーの特別なストーリーって書いてるから、エネミー側にもストーリーがあると。そりゃそうだろうね。コレクションを確認しますか。はい。キャラクターと分母38枚っていうのはエネミーも入ってるのかな。エネミーと言いつつも仲間になるエネミーなのかな。熟年の女性、トントントン、台所から朝食を作る音がする。妻は毎日のように夫にどやされていた。こんな量では腹が持たないと。え？トントントン、台所から包丁の音がする。その日は朝から夫の姿が見えなかったが、食卓には大量の肉料理が並べられた。こうわ！ああ。まあ、待って。大半の人がさ、嫌なことを想像したと思うけど、その並べられた肉料理がもしその肉だったとして、誰が食べんの？もうこの笑みが怖いわ。ほうほう、全体と、まあ、上半身とは言わないけれどね、少しアップになった感じで見れるんだね。ああ、怖っ。やっぱ包丁持ってる、ちょっとやばかったんじゃん。やばい人だったんじゃん。あ、宿屋のお姉さん。宿屋の女主人。一緒に暮らそう。俺が幸せにするから。男が口にした愛の告白に、女は微笑みながらつぶやいた。喜んで。え？え？ご結婚されてたんですか？そんな。失恋した。失恋した。あー、なるほどね。移動。お、場所も移動できるんだ。で、おー、ズームできる。ほう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 。あ、こんなに？あ、これ限界ですね。いやー、なんていうか、あー、また目の下のほくろがいい感じで。俺好きなんだよなー、目の近くにあるほくろ。特に泣きぼくろとか、ああいうのいいよね。マジかぁ。お、そうかぁ。よーし、ということでね。キャラクターストーリー見た後なんだけどさ、ちょ、怖いんだけど。やっぱり白の教団の薬は効き目が違うと言いながら、いろいろな薬をガブ飲みしている。やべえ、オーバードーズみたいなもんじゃねえのそれ。大丈夫？副作用とかない？え、それだけ？え、それだけ？あ、ここに次のストーリーの続きがある。
三つ目という町に魔物研究家が住んでいるらしい。ほう。ドラゴンについて何か知っているかもしれない。次の目的、三つ目の町にいる魔物研究家の元を訪ねてみよう。この町で得られる情報はもうなさそうだ。町の外へ出よう。まあ、基本的になかったけどね、ドラゴンの情報は。うわ。よそ見をしながら歩いていた君は誰かにドンとぶつかってしまった。あ、ぶつかった相手が振り向くと城であった白の教団の三人組だった。賢者のような老人は白羽殿大丈夫ですかと若い女を気遣う。白羽、白羽と呼ばれた女は一言、白磁ありがとうと老人に返した。白羽で白磁、両方白いっていう字を想像するね。続けて白磁という名の老人はブランといかつい男を呼んだ。ブラン、いかつい男が白磁と白羽を守るようにぐいっと前に出る。いやいや、ちょっと待って。三人組は我らを白の教団と知っての無礼かと君たちに詰め寄ってくる。あの、さっきあったんですけど眼中になかったですか、やっぱり。白の教団の白羽、ブラハ、アブラン、白磁に何と返す？生涯をかけて償います。いやいや、どこ見て歩いてやがるとまでは言えない。足が骨折した、治療費。いや、まあさすがダストの性格っていうところだろうね。そうだな。いや、一生かけて償いますなんてことは言いたくない。どこ見て歩いてやがるともう言いたくない。だから俺どれも言いたくないよ。すみませんでダメ？でもダストっていうキャラクターっていう言い方するとあれかな、ダストになりきるとして、ダストは金が大好きだから難癖つけて金を手に入れようとしようとする。これ自然じゃない？意外とね。なんか勇者だなんてこと言ってますけれども、所詮は金目当てだからさ。もうとにかく金なんだよ。ということで、俺ダスト、足骨折した、治療費。すげえな、白の教団に行ってみよう。君は足を押さえて大げさに痛がりながら白の教団の連中に治療費を請求した。ちょっと待って、薬出してくるんじゃねえだろうな。ブランが君の足をさすり、骨など全く折れていないことを確かめた。バレた。君は軽く謝りながらその場を立ち去ろうとする。その時、君の手にはえ、なんと相手の財布が握られていた。抜け目ねー、ダスト、お前勇者名乗んな。まあどうなんだ、ただのスリじゃねえかよ。ブランがこいつが財布を盗んだぞと声を上げ武器を構える。やるしかなさそうだ。え、100% 負けるんですけど？マジかよ！おい、見てみろよ、こんなの負けるに決まってんじゃねえかよ。 HP が全然違うよ。あ、容赦ねえな。え、やる気？いや、勝てるわけねえじゃん。うわぁ、ちょっと待ってよ。攻撃力8だよ。
向こう防御ダメージ貫通しねえ、3足しても貫通しねえ。もう何もしなくていいよ。むしろ何もしないでいいんじゃない？あ、逃げるっていうのがある。逃げてみようか。カード詳細って何？あ、そうかそうか、思い出した。何もしない、逃げるだろうな。逃げる逃げる。この敵からは逃げられないようです。だってちょっと待って、何もしない、無抵抗の人間をいたぶるのか。戦法で、だってやっても勝てねえもん。うーわ、容赦ねえな。おっと、ご心配なく。棺桶カードを置きましたが、本当に死んだわけじゃありませんので。あ、そうなんだ。何もしない。もうもういや、もう察してよ。もう絶対、や、絶対殺すマンじゃん。お前普通に、ああ。白の教団の3人組にコテンパンにやられた君たちは地面にひれ伏していた。その弱さでよくドラゴン退治などと、白の教団連中は呆れた顔をしている。おい、ちょっと待てよ、ドラゴン退治なんて一言も言ってないんだけど。本当は知ってたんじゃないの、俺たちのこと。君たちの弱さを憐れんだ白の教団連中は魔法でその傷を癒してくれたちょっと待って一瞬優しさのようだけれども、一回痛めつけて瀕死状態じゃねえのこれ。ねえ、殴ってヒーリングするって拷問かよ。早く三つ目の町の魔物研究家の元へと、白磁が他の二人をせかし、三人は町から出ていった。やべえ、バッティングだ。いや、バッティングできねえか。先に向こうに疲れちゃうね。また来たのって言われそう。後発になるから。次の目的、この町の用が済んだなら君たちも外に出てドラゴンを探しに行こう。はい、出口が出てきましたね。じゃあ行きましょう。フィールドに出ますか。はい、というところで今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、染谷でした。